わかった。わかったよ。ご苦労だったな、フィリア。あんたがここに来たってことは、もう計画の準備っていうのはできたのよね。だったら早くここから出しなさいよ。用が済んだら解放してくれるって約束だったでしょ。助けに行かないと。ああ、おめえは十分に役割を果たしてくれた。きっと今頃あの野郎もくたばってることだろうからな。何言ってるの？
どうしたんだよ。まるでサプライズなプレゼントもらったような顔して。話が違う。キリとは別に死ぬわけじゃないって。俺そんなこと言ったっけな。ああ悪い悪い、あのトラップに何人も落としたけどよ、誰一人戻ってこなかったことを伝え忘れたわ。嘘つき野郎。だからよ、悪いと思って今ちゃんと伝えたじゃねえか。いいねいいねいいよ、その泣きそうな顔最高だぜ。ちょっと待てって焦るなよ。どうせ黒の剣士様はお強いからね、大丈夫なんだろう。だから最高ついでにもう一つ聞いてけよ。くれたおかげで邪魔する奴がいなくなって助かったぜ。おかげで最強のパーティーが随分早く開けるようになったからな。あんたの目的って何？ SAO をクリアされたらホローは消える。もうテストは必要ない。でもでもでも、おめえの永遠に殺しを楽しめるようになったんだよな。感謝してるぜ。愛しのキリト君を罠にはめて殺したのも、人殺しを永遠に楽しめる世界にするのも、全部全部全部俺とおめえで選んで決めたんだよ。
違う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 。歓迎するぞ、ラフィン・コフィンは。おめえのような少年の腐った腐った殺人者をよ。さあオレンジ同士、仲良く人殺し続けようじゃねえか。違う、違うよ。私は は？どうした、殺すの楽しくないのか。なんで楽しそうじゃないんだよ。つけちまった、会いたかったか。そんなわけないよな、ここ SAO の中だもんな。ただキリトと行きたいだけなのに。よくねえよ、そういうのよくねえ。てめえで始めたことを途中で放り出して自分も関係ないとか、そういうの一番よくねえ。そういうのダメだって親とか学校で習ったろ。習わなかったか。習ったよな。つまらねえな、おめえ。もっと女の子らしく可愛く泣きわめくとかリアクション期待したのにな。残念、おめえ使えねえからもういいわ。随分探したぞ、フィリア。やっぱりお前はムカつく野郎だな、おい。プー、お前は相変わらずの外道だな。言っただろ、俺が力になるって。キリト、でも私はあなたを裏切って殺そうとした。俺はこうして生きている。それにフィリアが苦しんでいる理由も分かった。キリト、キリト、ごめんなさい、ごめんなさい。
うん、もういいから。美しいことだな。吐き気がする。もうすぐ死んじまうとはとてもとても思えない。どういうことだよプー。もう間に合わねえよ。もうすぐパーティーが始まるんだぜ。もったいぶらずに早く言えよ。誰かに聞いてもらいたいんだろ。まあな、やっぱパーティーにはお客様がいないとつまんねえだろ。俺は典型を受けたんだよ。そん時ビビッときたんだ。なく殺してたホローの俺様の心にビビッとな。それからはそりゃ楽しかったぜ。あの世界が歪んだ瞬間、あの時分かったんだよ。俺が殺したいのは人間だってな。人を殺すのって快感だよな。ホローだって死ぬ間際はちゃんといい表情をするんだぜ。あいつらを借りまくってたらサプライズなプレゼントが来たんだよ。俺と同じ紋章、後遺者テストプレイヤー権限か。出た。管理区にあったコンソールを調べてたらよ、この世界が何なのか知っちまったわけ。ついでにそこのフィリアちゃんなこともな。まあ俺が誰でホローがどうだとか、正直誰かを殺せればどうでもよかったんだけどよ。お前が消えがった。悪かったな。ゲームクリアなんかしたら俺が消えちまうじゃねえか。だからさ、永遠の楽園を作ることにしたんだよ。この権限を使ってよ、ホローデータでお前らの世界をアップデートしちまえばいいってな。キリト、あいつ。
フォローだけの世界になれば、俺は永遠に人殺しを楽しめるじゃねえか。最強にクールじゃねえ。そんなことしたらお前どうなるのか分かってんのか。分かってねえな。本当の俺って俺のことだろ。なんでアインクラッドの俺を生かしてこの俺が消えなきゃいけねえんだよ。嘘だろ。アインクラッドのお前も同じことを言うんだろうな。やっぱりさ、重要なことは自分でやるもんだよな。あ、俺がちゃんと殺さないとダメだったよな。だからさ、楽しい叫び声を聞かせてくれよ、黒の剣士様よ。お前を楽しませる気はさらさらないが、俺はフィリアを利用したプー、お前を。絶対に許さない。終わった。残りはプーが残したアップデート。こればっかりは何が起こるかわからない。よし、フィリア、一旦管理区に戻ろう。いくら調べてもアップデートの項目がない。このコンソールじゃないか。一旦帰ってユイに話を聞こう。